Suzuki。はい、前回はアヘン戦争を通して中国が東アジアの覇権を失ったっていうね、結構衝撃的な話だったんですけども、続きでございます。はい、はい、一方ね、まあ、日本どういう状況になってるかっていうと、まあ、明治維新があって、で明治天皇が即位されてて、でその僕たちのイメージだと結構明治時代になったらパッと明治時代になったっていう感覚持ってる人いっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり段階的になっていってるから、実はその明治の初期とかはですね、みんな将軍のことの方は知ってるんだけど、天皇については知らないみたいな状態があったりするんですよ。へ、あ、そんな感じなんや。はい、普通にそんな感覚を持ってたりとかするところがあって、これがだいぶだから国民意識みたいなのやっぱりいきなりは芽生えないんですよね。そうか、その藩の単位で生活してた人たちがいきなり、あ、日本国民だってなったわけじゃなくて、日清戦争とかを通じて日本国民が誕生していくんですよ。はいはい、清と戦う、あの清ってでっかい、あの清みたいな感じから、そこと戦うんだってなっていって、日本っていうのが一つにまとまっていくみたいなところやっぱりあったというふうに今言われてますね。1868年に明治維新が起きて、1871年に廃藩置県っていうのがありますね。はい、要は旧藩主の大名の権限っていうのを新政府が完全に取り上げるっていうことが起こるわけですよね。はい、で何々県何々県って今のね都道府県とほぼ一致してるやつを設置して、はい、新しい日本みたいにいよいよなっていくわけなんですけれども、まあ、この同じ年にですね、新政府が政府を2つに分けて、1つは岩倉具視を長とする使節団っていうのを結成して、まあ、アメリカとヨーロッパに長期にわたっての大視察旅行っていうのを観光していると。一方で、まあ、西郷隆盛とかですね、そういう人たちがその留守組として残ってるっていうのが、まあ、ここで起こります。はい、でこれが後々留守組とその視察組で分かれて内乱みたいになっていって、で視察組側が一応勝つみたいな感じになっていって、明治政府バージョン2みたいになっていくんですけど、まあ、そこから話しますね。日本はそういう経緯をたどって、で何に直面していくのかっていう話なんですけれども、この使節団が結構重要なのが、もともとその明治維新の直前にあのアメリカが黒船で来てるわけですよね。であの時にその不平等条約っていうのを結ばされてるわけです、日本っていうのは。列強のメソッドだよね。でアメリカとロシアとオランダとイギリスとフランスに不平等条約結んでるわけ。だからウェストファリア体制とは言ってもやっぱり対等ではないってことですよね。はいはい、力に勝った方が力で劣ってる方に不平等な条約を結ばせるということをやっている。はい、これを何とかしないといけないっていう感覚をやっぱりその明治政府は持ってるわけです。はい、当時の外交の最重要課題ですね。うん、そうですね、うん。その不平等条約を結んでるってことは自分たちは列強ではないってことなんですよ。ですね、で列強ではないっていうことはアヘン戦争の真のようにボコボコにされる可能性を常にはらんでるわけですよね。はい、ここから抜け出して彼らと対等な関係性を結べるウェストファリア下での国家主権というのを持たないといけないっていうのが強い危機感としてあるので、視察に行くし、視察に行ったついでじゃなくてそれがメインテーマなんだけど、視察に行きながらそこで不平等条約っていうのを解消したい、そういう交渉をしたいっていうことをまあ考えていくわけですよね。はい、行くんだけど、まあ結論としてはこの不平等条約の解消っていうのはやっぱできなかったんですよ。なるほど。そこまでの力はやっぱり日本にはまだなかったんですね。うん、この時あのプロイセンにも行ってまして、うん、でそこであのビスマルクね、第一次世界大戦の会にも出てきた、うん、あのビスマルクとなんか話をしてるっぽいですね。へ、うん、ビスマルクが演説しててこの時に、うん、国際関係は弱肉強食の世界であるみたいなことを言ってるわけですね。はいはいはい、でもう少し詳しく言うとこれビスマルクの演説の内容ですね。うん、先進国は都合の良い時には国際法を持ち出し、都合が悪くなると大砲を持ち出す、うん、つまり国際関係を動かしているのは結局は軍事力であって、先進国の同情など全く当てにならないんだと。うん、プロイセンは小国として大国に追いつくため大変な苦労をした、うん、これはフリードリヒの会でやったからある程度わかると思うんですけど、はいはい、プロイセンっていうのは遅れて近代化した小国でしたよね。うん、はい、プロイセンは小国として大国に追いつくため大変な苦労をした、そういう国家であるので日本との親善に最もふさわしい国であるっていう、まあ、演説を受けて、はいはい、めちゃくちゃ感動するんですよ、施設団が。いやビスマルクいい人だね。ちゃんとちゃんと飾り気なく真実をバンと言ってくれる。そうね、なんかもう彼はもう言い切ってるんですよね。世界のあらゆる国家がお互い礼節を持って交わってるというか、これは虚構であるっていうふうに日本施設団の前で言い切ってるんですよ、ね。幻なんだよと、うん、
経験してるから。そう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 。それなんかね言ってあげるのがねなんかいいだなと個人的に思いました。言わなくてもいいじゃないですか。だけどその日本も小国で今から近代化します。でプロイセンっていうのはそれより前に小国だったけどだいぶ大きくなったけど、まあナポレオン戦争でまたボロボロにされるんだけどね。でそれでまたのし上がってる最中なわけです、この時っていうのは。こののし上がってる最中で、まあ、彼もこうなんかすっげえ遠くからなんか野蛮な人来たけど、うん、何喋ろっかなって思ってこれ喋ったんでしょうね。なるほど。でせいぜい頑張れよとか思ってたんじゃないですか。なるほど、うん、なんかそんな感覚なんでしょうね。そうそうそう、多分ね、うんうん、ちゃんぱ大事なのは自分たちの力と愛国主義であるっていうふうに伝えてるんですね。なので、まあ、こういう感覚をだからビスマルクから直接聞いた人たちっていうのがまず明治政府の中の重鎮の中で出てくるわけですよね、うん、なるほど。これは大きなファクト認識だよね。そうそう、でっかいことだよね、うん。まあ、これに言ってるのが岩倉具視さんと、うんうん、岩倉具視ってよく聞くでしょ。聞きます聞きます、ね、岩倉具視と公家出身の人だよね、うん、あと大久保利通だよね、うん、あと木戸孝允ね、はいはい、桂小五郎のことだよねこれ、はいはいはい、あと伊藤博文ですよね、はいはい、この人たちがこういう視察に行ってるわけですね。うわ、もう有名人たちや、全員有名ですよね、うん、みんな教科書に載っている人たち、うんうん、で、まあ、一方これほどの重鎮が視察行くこともすごく大切なんだけど、うん、その間の日本を治めることも非常に大切なわけじゃないですか、うん、その日本に残ってるのが西郷隆盛とあと板垣退助とかですね、はい、これを留守政府って呼んだりするんですけど、うん、まあ、ここで留守しながら政府運営を当然してるわけですよね、はいはい。でこの間にも結構重要な改革っていうのをやっていて、まあ、例えば1873年に地租改正っていうのをやってるんですよね、うんうん、これ何かっていうと、まあ、要は近代化なんですけど、うん、今まで税金っていうのを全部米で納めてた、うん、農民からの米に頼っていたんだけれども、それを現金に変えていくっていうことをしたりしています、はい、うん、すごく重要な変化ですよね、はいはい、米で税金を納めてるような人たちは西洋からすると野蛮ですからやっぱり、まあね、まあそういうふうに外国に行って実際に感じる人たちと、まあ、留守でそれはそれですごく重要な仕事をしてる人たちの2つに分かれているんだけれども、うん、この2つの派閥の人たちが朝鮮っていう国をどのように扱うべきかみたいなことで揉め始めるんですね、はいはい、これテーマだ今回の、はい、うん、でこれがいわゆる政官論って言われるやつで、うん、政官論っていうのは征服するの政に、うん、韓国の官に、まあ、論じるの論で政官論って言うんですけれども、うん、ですね、教科書には西郷隆盛が政官論を唱えたみたいなことを書いてあるんですよね、うん、これってなんていうかな、西郷隆盛がまるで韓国を、うん、侵略しようと、ね、侵略ないしは、ね、武力行使をしようっていうふうに見えるかもしれないんだけれども、うん、まあ、西郷隆盛は武力行使には反対をしていて、うん、朝鮮に使節派遣をした方がいいんじゃないかって考えてるっていう、うん、なるほど、ことですね、うん、で一方で圧倒的なその西洋文明を見て、はい、めちゃくちゃでっかいカルチャーショックを受けて、はい、絶対にかなわないみたいな感覚を持って帰ってきたこの海外施設組の人たちっていうのは、はい、まだ国内を固める国内の制度改革の方が重要で、うん、この時点で朝鮮に行ってなんかするみたいなことはしない方が良いっていう主張するわけ、うん、なるほど、西洋を刺激するしね、うん、そう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 、うん、なんでこう朝鮮に行こうとしてるかっていうと、主権国家として不平等条約を結ばされている日本っていうのが、うん、あの周りの近隣国家と新しい関係性を結び直さないといけないですよね、はいはい、開始層ではない新秩序の中に自分たちだけゲームチェンジをした新政府のこの明治政府っていうのが、その新しいゲームルールの中で外交を新たに最初から始め直さないといけないわけですよね、はいはい、うん、それを早めにやっていかないと危ないよねっていう感覚がこの人たちにはあるわけで、わかるよ、はい、だからこの時点で朝鮮をなんかめちゃくちゃ制圧下に置いてやろうとかいうことをみんなが考えてたわけじゃないんだけど、うん、とにかくそのウェストファリアという新しいゲームルールの中で朝鮮と、まあ、清もそうなんですけど、うん、早めに新しいゲームルールでの外交関係を結ぶべきなんじゃないかってやっぱりこの時みんな思ってたんだけど、はい、それ自体が2つに割れてて、そうなんだけど今は国内をまとめないとやばいでしょっていう、海外に行った人たちの方がそう思ってて、で国内で制度改革をすでにずっと固めてた人たちはそろそろ海外に行った方がいいんじゃねえかって思ってるっていうことがまあ起こってたっていうことですね、うんうん、まあ面白い。新しいゲームルールでの振る舞いっていうのを日本が始めると、それ帝国主義的な振る舞いをしていると列強に見られてしまいますよね。なるほど。そうすると潰されちゃうじゃないですか、うんうん、でその潰されちゃうかもしれないっていう感覚に対して視察に行った人たちと
日本に留まって留守を守ってた人たちで感覚が違ってきちゃってるっていうのがこの2つの科物になっちゃうんですよね。この意見対立みたいなのは、うん、まあ、後々そんなシンプルでは本当はないんだけど、ここはもうシンプルに言ってしまうと、うん、後々にやっぱりその日本政府内での2つの大きな派閥を作ってしまって、うん、西南戦争っていう戦争に修練していくんですよね、うん、まあ、要は西郷隆盛が挙兵して、まあ、大久保利通たちと戦って、うん、でその大久保の方が勝つっていうやつですよね、うんうん、でそれによって大久保独裁体制みたいなのに今度は政府が変わっていくんだけど、うん、その大久保利通もその翌年には暗殺されてしまうんですよ、うん、でこの暗殺されて明治維新を乗り越えてきた人たちみたいな人たちの、はい、もう本当に急先鋒の人たちっていうのが大体死ぬんですよね、これで。あらら、その高杉晋作とか、うん、坂本龍馬とか、うん、もうこういう大久保利通とか西郷隆盛みたいな、もう本当に最前線で戦ってきた人たちみたいなのが大体いなくなっちゃって、うんうん、伊藤博文みたいなね、うん、2番手ぐらいの人たちがこの時トップになっていくみたいな状態になります。これがまあ明治政府なんか 2.0 みたいになっていて、世代交代が、はい、世代交代が行われることによって、ね、まあ、一旦落ち着くんですよね、うん、明治政府っていうのは、うん、この大久保利通の暗殺までで明治維新が終わったっていう感覚なんです。なるほど、維新が終わったっていう感覚ですね、うん、なるほど、はい、まあ、こういう経緯をたどりながら、まあ、再三言ってるようにこの時の日本のその感覚としては、うん、近代国際社会に参入しなければならないっていう感覚があるわけですね、はい、そこは今までの自分たちが把握していたゲームルールと全く違うゲームルールで動いており、うん、そこに早く入らないとアヘン戦争みたいなことになるっていう感覚ですよね、うんうん、でここで一つ紹介したい概念があって万国公報っていうものがあるんですよ。万国っていうのは万国博覧会の万国ですよね、はい、万に国と書いて、はいはい、公報っていうのは公の報と書いて万国公報っていうんですけれども、はい、新しいゲームルールっていうのがありますよね、はい、その西洋のゲームルールっていうのがあって、はい、まあ、このゲームルールのことを乱暴に呼べば万国公報であったり国際法だったりするわけです、はい、うんうん、国際法とか万国公報っていうものに従って生きている国だよってことを示せない限り、はい、対等に扱われないんです。なるほど、なるほど、はいはい、これがウェストファリア体制下に生きるってことなんです、はいはい、ウェストファリア体制下で生きるというのはこの万国公法を破らないように、うん、これを理解し遵守している国であるっていうことを示していく必要があるってことですね、うんうんうん、ISO みたいな感じかな。そうだね、うん、スーパーバージョンみたいな感じでね、うん、なるほど、うん、なので実際に明治国家っていうのは天皇が主催者である国家として、うん、でもこの万国公法を遵守するんだよっていうことを宣言して外国政府に承認される。そうやってその日本っていうのが承認されるっていうスタートを切ってるわけですね、はいはい、国際的には、はいはいはい、なんでこれが入り口になっていくわけです、うん、はい、でこの万国公法っていうのを守っていくっていうのが大事なんだが、うん、でこの万国公法下では、うん、主権国家間は平等で内政は不干渉であることを原則としているんですね、はいはい、けれどもこれも前も前回も言及したんだけれど西洋以外の非キリスト教地域に適用は基本的にはされないんです。これんつまりキリスト教の地域に関しては主権国家間の平等と内政不干渉というのが原則になっているんだけれども、はいはいはい、西洋以外の非キリスト教地域っていうのには全然違う基準が用いられるわけです。だからこそ彼らは植民地を作ることができる、だって本当に平等だったら植民地化なんてできないじゃないですか、うん、はい、なんで植民地化できるかっていうと、うん、彼らがやっぱりキリスト教化されていない野蛮な国であって、うん、同じ土台に乗っていないところでもあり、かつこれも前々回か室越がちらっと出してたけど、もともとローマ法の由来にですね、戦線の法理っていうのがあって、うん、初めに行った人がそこを治めていいっていう感覚なんだけど、これもやはりキリスト教化された世界に適用されてるから、何が占有されてるかっていうのはキリスト教社会の話だから、非キリスト教社会っていうのはまだ誰も行ってない未開の地っていう感覚なんですね。そうだから原住民が住んでてもそこは未開なんです。未開ってことです。その人はプレイヤーとして対等に扱われてないから、そこに先に行ったキリスト教国がそこを占有することができるという感覚を持ってるから、彼らは列強主義でもあり、かつ植民地主義でもあるわけですよね。なるほど、はい、まあ、うん、都合が
いいけど、まあ人間が別に欧米人に関わらず、全ての人間がそのようにやっぱり考えてきたよね。今まで僕たちかなりの歴史を一緒に見てきましたけど、全員そうだったじゃないですか。基本的に強い人たちって、なんかデフォルトの挙動なので、まあファクトとして受け入れた上でどうするかを僕たちは考えた方がいいかなっていうのが歴史を学ぶ意義かなと思うんですけど、まあこの欧米人の立場からするとやっぱり当たり前の権利を主張している感覚があって、そのキリスト教社会っていうのがまあ真理に一番近い社会だよね。やっぱりそのイエスの名のもとに何ていうか祈って、ここもねまたキリスト教の人から怒られるかもしれないですけど、イエスの名のもとにですね、神、一つの神を信仰するということが非常に大切であり、まあそれが正しいのがそっちなわけだから、それをやってない人たちっていうのはやっぱり野蛮なわけだよね。でその野蛮な地に行って、その政治活動とか経済活動みたいなのを行った時に、彼らの法理で裁かれたらたまったもんじゃないわけですよ、欧米人からすると。キリスト教的概念が入ってない国の法律とかで裁かれるっていうのは、いろんな意味で NG なわけです。宗教的にもなんかやばいなって感覚あるし、実際問題良くないし、自分の好きなようにもできないしっていうことで、彼らとしては自分の生命や財産や自由っていうのを十分に保障するような文明や法制が整備されてないっていうふうに見なした場合は、本国の法に基づいて自国民を裁判してもいいよという権利を要求したりしてると。で関税も自由に設定していいよねっていうのをしたりしてると。でこれが非キリスト教国からすると不平等条約なわけですよね。なんなら彼らはいいことをやってるっていうふうに思ってるんですよね。私たちは文明国で、向こうは非文明国、文明人が野蛮人に教え導くっていうふうな関係性を彼らは自分たちの中で構築してるんですよね。まあ、これを専門用語でパターナリズムとか言ったりするんですけれども、要するに強い立場にある者が弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意思に関わらず介入とか干渉とか支援をすることなんですよね。これを国際社会に当てはめると、例えば宗主国と植民地とか保護国とか非保護国とか、そういった関係性に当てはまっていくわけなんですよ。だからその欧米列強としては、こっちが師匠、向こうは劣った弟子、こっちがなんかこう進んだものを与えてやってるっていう風な、教え導いてやってるっていう風な感覚をやっぱ持ってたんですよね。ただ一方で違う見方をすれば、自分たちの価値観を押し付けて相手の独立と価値観の自由を認めていないってことでもあるわけですよね。完全ですよね。はい、だからまあその立場を変えれば意味合いも変わるということですよね。なるほどね。そうなんですよね、はい、なので、まあ、結果的にウェストファリア体制は平等だっていう話の前提があるんだけれども、そのテーブルに乗ってる乗ってないみたいなのがあるから、結果的には全然平等に扱ってなくて、でかつその基本的に、まあ、列強同士でさえももちろんそうなんですけど、やっぱり力の論理で成り立っているよねっていう、さっきのビスマルクの話っていうのが真に迫ってきますよね。でお互い、ね、列強同士でお互いはさ、その主権を持って、ね、同等性みたいなものが一応建前としてあるんだけれども、結局今深井君が言ったように、列強同士でも弱肉強食のロジックが働いてるんですよね。植民地をめぐって、あるいはアジアでの利権をめぐって戦争が繰り返されたり、でその戦争をするために国が国民国家としてどんどんまとまっていかなくちゃいけない。でまとまっていくその流れの中で軍備を増強しないといけない、税金をちゃんと取れるような体制を作っていかないといけないというふうな動きになっていく。そうですよね。流れです。なんで日本から見るとそれはどのように見えるかというと、まず一番最初によく分からなかった状態で不平等条約をまず結ばされてますよね。でこの不平等条約を結んだんだけど、その後頑張っていわゆる独立開国することになるわけですよね。新しい政府を作って、で一応それは国際社会には国として認めてもらうことができたんだけれども、やはりこの後の挙動次第ではいくらでも植民地にもなれるし、保護国にもまあさせられてしまうっていう何の保証もない状態で、実際不平等条約を結んでそこからのスタートになっているっていう強い危機感があるわけです。怖いなこれ。はい、じゃあそのこのまず不平等条約本来は解決しないといけないわけですよね。でこの不平等条約は基本的にはどうやったら解決されうるのかっていうと、やはりここが国際法のその万国公法の主体となりうるだけの資格として最低基準を満たしているかみたいなのがあって、それが何かっていうとやっぱり文明化なんです。なるほど。今考えれば完全に西洋の押し付けである文明化なんだけど、当時はもうそれしか選択肢がなかったんですよね。そうだね。でこれを文明国標準っていうんだけど、文明国として西洋が認めるかどうかってことなんです。要は
認められれば不平等条約を解消するチャンスがあるし、認められなければいつでも保護国とか植民地にされる可能性のある状態なので、強い危機感が芽生えるってことですよね。審査されるんや。そういうことです審査員がおって、はい、でその文明国であるということは、基本的にはこれも繰り返しになるけど、キリスト教文明としての規範とか生活様式を基準としているから、全てそっちから始まっているわけですよね。はい、はい、はいはい、で日本がなぜその明治時代になって着るものを変えたりだとか、結婚制度を変えたりだとか、その性の歴史の時もやったけど、その男性間同士の恋愛みたいなものを禁止して、野蛮だって言って禁止していったりだとか、なんでそういうことを一気にやっていく必要があったのかっていうのは、まあ、これが理由なんです。なるほど。これがそのただ憧れてやってるとかいうレベルの問題じゃなくて、これをやらない限りは常に植民地にされる危険性にさらされているという立場だったんです、やっぱり。なるほどね。うん、ああ、もう国として認められないですね、国際社会の中で。そうです、国際社会の中で国として認められないんです、もうシンプルに本当に。で、うん、当時は多分その右肩上がりにいってるから、西洋が正しくてそれ以外が遅れてるっていう概念が確か。そうです、遅れており、まあ何なら間違ってる、間違ってるみたいな進歩主義やったかな。そうです、そうです、考えがあった。でさっきヤンヤンが言ったみたいに、むしろ教えて強化してあげてる、うん、教えて変えていってあげてるっていう感覚があったりとかして、まあ、その中でその文明国になりきれなかった中国とかは文明国じゃないし、アヘンとか言ってもいいよねっていう感覚になっていくってことになるわけですね。ひー、まあまあまあ、でも、はい、ひーとか言いながら、まあわかるんですね、そういう挙動を取るのは、うん、そうですよね。だからここで僕が強調したいのは、別にキリスト教を批判しているわけでも、うん、この時の欧米列強を批判してる、まあ、批判されるべきだと思いますけど、うん、この中でそれを批判したいわけじゃなくて、はい、この中で僕が言いたいのは、こういうことはあらゆる文明で再現性がある状態で、さっきの怪思想も構造としては似てるよね、結局、うん、強い人が自分がルールだと定めたものに従ってるかどうかみたいなのに、従ってる人はテーブルの上に乗るし、従ってない人はテーブルの上に乗らないっていうのは、うん、あらゆる人間社会で行われてきてることであって、うん、シンプルになんかこれが単体として良くないことだから二度としてはいけないみたいな学び方も大事なんだけど、うん、それだけだと歴史から見ると片手落ちって感覚が僕にはあるので、こういう挙動はなりがちだから、じゃあどうするのかで、今我々が気づいてないけど同じ構造のものは何かみたいなことを考えることが、うんうん、歴史を学ぶっていうことかなっていう感覚がありますね。なるほど、はい、あ、ちょっと例として例えは分かんないですけど、なんか IT ツール導入してないところにもうバカにして IT ツール導入させるとか、うん、そんなもちょっと近いもの感じるな。そうですよ ね、 すよね、アメリカ陣営に入るか中国陣営に入るか、そういう今現在進行形の生々しい話もありますからね、うん、なるほど、うん、はい、でちなみにこの不平等条約の日本の解消っていうのはいつできたかっていうと、もうだいぶ後でして、うん、日露戦争で勝った後でさえすぐには解決されなかったんですね。なので、あの明治時代が終わる1年ぐらい前に、1911年にやっと解消されてきたらしいんで、うん、まあ、明治時代を通じて不平等条約を解消しようと明治政府はずっと頑張ってきたんだけど、うん、まあ、やっとそれが終わる頃になんとか解消できたみたいな、うんうんうん、ものだったそうですね。長い戦いだったよな、はいはい、でこのような危機感に置かれていて、一刻も早く西洋化しないといけないという日本とですね、あとは中国の先ほどの怪思想から来る作法体制っていうのがあるんですよ。作法、うん、はい、これあの徴工してたっていう話を前回前々回にわたって室越からも話があったと思うんですけど、貢ぎ物のことですね。貢ぎ物のことです、はい、朝に貢ぐと書いて徴工ですね、はいはい、この朝貢をしながら天下という概念で治めている体制のことを作法体制というんです。その思想のことを怪思想って呼んでるわけですね。で体制は作法体制だから、ウェストファリアの次になるものですよね。作法体制というのがあって、で中国から見ると日本がいきなり作法体制の端っこの端っこにいて、作法体制に入れさえしてなかったみたいな、入るべきなのに入りさえしてなかったみたいな人たちが急に近代化してウェストファリアの方で挙動し始めますと、はいはい、でその時に一番まず問題になり始めたのが琉球だったんですよね。お、うん、
なぜ琉球が問題になったかというと、これも室越が若干言及してたかと思うんだけど、もともとですね、琉球っていうのは1372年ぐらいから中国の明朝のね、明の時代の工部帝っていう人がいるんですけど、ここにまあいわゆる朝貢してるんです、はい、でそれ以来ずっと清朝とも作法朝貢関係っていうのを持続しているんです、はい、で福州っていう場所ではね、中国のね、琉球館っていうなんかまあその出先機関みたいなのを置いて、留学生とかをまあ派遣するみたいな感じで結構ちゃんと朝貢してるわけです。作法体制下に置かれてるわけですね、はいはいはい、で一方で1609年ぐらいから島津家ですね、薩摩藩です、薩摩藩の侵攻を受けて、薩摩の支配下にもあるっていう領属体制にあったんです、これちょっと話出ましたよね、はい、前回かなんか、はいはい、であまり作法体制下ではこの領属体制にあるということは問題にならなかったんですけれども、はいはい、ウエストファリア体制では領属関係っていうのはありえないんですよ。主権がないっていう状態なん で、はい、で国主権国家同士は平等であるべきなんで、そう、はいはいはい、で条約を結ぶとかいう概念なんで、はいはい、誰とどういう条約結んでそれやってんのって話になるんだけど、その説明が全くできないんですね、ここがまず日本と中国に領属している琉球というまあ、王国があるっていうことがまずに日本と清の間で問題になってきます。なるほど、はい、まあ、問題になってるんだけど、廃藩置県が起こった時に、まあ、日本側の方が思い切った行動に出ます。これ1879年なんだけど、軍隊と警察を送ってですね、首里城を接収すると。でこの琉球藩って当時なんか言ってたみたいなんですけど、これを廃止して、沖縄県を設置することを布告すると、まあ、これで琉球王国っていうのが終わるんですけれども、まあ、このような感じで琉球を支配下に、まあ、元々支配下にあったとも言えるんだけど、ウエストファリア的支配下に収めるわけですよ、なるほど、沖縄県にするってことは日本にするってことなんで、はいはい、で当然これに対して清朝が抗議をする、アメリカの前大統領の調停によっても解決しなかったと、中国からすると古文が勝手に奪われたみたいな感じ。そういうことです。ということですね。朝貢体制を崩されるということですね。琉球と清との朝貢体制を崩されることになりますよね。でこれ以降日本政府っていうのは琉球問題は解決済みであるという立場を堅持していきます。はいはい。はい。清朝としてはもう解決してないじゃんっていう話をずっとしていくみたいなことが起こって、日清戦争の時とかは沖縄を奇襲したりするんだけれども、まあなんかうまくいかないみたいなことが起こっていくっていう問題が結構今でもね。中国共産党はこういうルーツから沖縄も自分たちの土地だと思ってるってことになりますよね、なるほど、難しそうやなこの問題、はい、まあ、いずれにせよ日本はその琉球を沖縄県にすることによって作法とかその朝貢体制っていうのをですね、そのウェストファリアの国際法体系の方に再編していくという外交方針を取ることにするわけです、はい、ここで対決っていうのがまあ、かなりこう現実的になっていきます、はい、一方で同時並行でですね、ロシアっていうのが日本にとってすごく強い脅威になっていきます、これも前回もう言っちゃったんだけど、一番でかいのはやっぱりシベリア鉄道っていうのが、建設されつつあるということをですね、クリミア戦争っていう戦争に負けて以降ロシアっていうのは東に伸びるという作戦をずっと取ってるんですね、でこれは日本にとって危なくて、で鉄道が完成してしまうとまあ、なおさらその日本にとってはいろんな意味で危ないっていうのはまあ前も言ったんですけど、それが起こりますよね、でこのロシアっていうのが非常に脅威だよねっていうのはずっと明治維新以降も日本の中で言われていて、このロシアの脅威に対抗するためにですね、軍備を整えていくということをしていきます、まあ、日本としてはですね、近代化をしようとしている、まあ、一番最初のスタートぐらいの時なんで、この時、まあ、ロシアとこの時に戦ったら絶対に負けるわけだよね、はいはい、そんなんさすがに分かってるわけです。なので、まあ、なるべく早いうちにロシアに対抗できる力というものを取っていかないといけないよねっていうふうに、まあ、この時から実はすでに思っていたっていう背景がありますよね、でこれちなみに今でもそうですよね、ホットな話題ですけど、今でもやっぱりロシアは脅威として日本にとって語られたりするよね、で最近 の、 ウクライナに対する侵攻によってなおさらここがまた盛り上がってるわけですけど、ロシアは脅威であるから、その軍備を増強するであるとか対抗するための何かの対策をした方がいいという考え方ですよね、この時もそうだったってことになります、はいはいはい、あと少し補足すると、こういったまあ列強の圧力に対してまあどういうふうに
立ち向かっていくかっていう、まあ、ロジックですよね。ロジックでこう当時のこう日本の首相であったその山形有朋、これ松陰の教え子ですよね、はい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 、が唱えた主権線利益線論っていうのがあるんですよね、はい、主権っていうのは国家主権、利益っていうのはまあ利益ですね、プロフィットの利益で、うん、線っていうのはラインの線ですよね、はいうん、でこの時に、まあ、1890年にちょうど帝国議会が設置されるんですよ、うん、で帝国議会が設置されて第1回帝国議会でこの首相の山形有朋はちょっとこういったことを言ってるんですよね。国の独立を守るためには2つの道が必要であると、うん、1つはまず主権線を守る必要がある、だから国家の主権が及ぶ範囲ですよね、うん、でもそれだけじゃダメだと、うん、もう1つは利益線を保護することが大事なんですよね、うんうん、利益線っていうのは何かというとその主権のラインに接しているエリアなんですよ、うんはい、主権のラインを接しているエリアもちゃんとこうコントロールしないと国家の主権っていうのは守れないよっていうことなんですよね、うんうんうん、これつまりどういうことかというと利益線に該当するこのエリアって必ずしもその自分の国だけが完全にコントロールできるわけじゃないじゃないですか、はいはいはい、他の国もそこをコントロールしようとしてるわけなんですよね、うんうん、だからそこで結構火種になりうるっていうことなんです、うんうんうん、それがまた今後のね朝鮮とかにはなっていくんですけれども、うんうん、だからそういったこう論法も提示されて国のただ単に主権が及ぶ範囲だけじゃなくて主権が及ぶエリアのさらに接するエリアも国としてちゃんと守らないといけないというふうに言ってるんですよね、うんうん、暗い中への時にあった生存権の考え方に近いよね。そうですそうです、うんでまあ、そういうロシアの、ね、脅威に向けて日本としては陸軍はフランスを参考として、うん、海軍はイギリスを参考として軍事力を建設していこうという方針に決定し、うんまあ、そう頑張ってそこをやっていくわけですね、うん、でこういう一つ実は問いがあって、うんまあ、確かにロシアは近い、うん、デシベレ鉄ができたら近いから脅威に思えると思うんだけど他の列強も脅威なのになぜロシアにだけそんなに脅威を感じたのかっていう問いがあるんですけど、はいまあ、ここいろんな人がいろんなこと言うと思うんですよね、うん、学者さんでも意見が分かれるところだと思うんですけど一つ面白い考察がありまして、うん、なぜロシアだけがそんなに強い脅威だと思えたのかっていうことに対してですね、うん基本的に明治維新以降ですね倒幕勢力の中心となった薩摩と長州両藩ですね、うんこの人たちが世界情勢っていうのをどこからの情報で仕入れてたかっていうとイギリスなんですね、うん、ほいほいでこのイギリスっていうのはロシアと対立してる国なんです。なるほど。だからイギリスから情報を入れると対立しているそのロシアっていうのが脅威であるっていうような情報が流れやすくなっていくし、うん、なるほど、はいまあ、なんで明治維新以降っていうのはイギリス情報で、まあ、新聞でいうとタイムズとか、うん、あと通信社でいくとロイター通信とかここら辺のマスコミの情報から日本っていうのは世界を見るっていうことをやっていた、うん、で親とい外国人って言ってねいろんな外国人に招聘してたんだけど一番多いのがイギリス人だった。なるほど、うん、あとアメリカ人とかドイツ人とかフランス人も結構いたんだけど、うん、重要なところはイギリス人に、配置をしていた。だから日本人が実は日本から物を見ているようでイギリスのバイアスっていうのがかなりかかった状態で世界を見ていたんじゃないかという考察もありました。はあ、これはなんか納得っすね、うんうん、イギリスから出たこう国際情勢の認識を日本もかなり影響を受けたっていうことですね。そうなんですね。でシベリア鉄道が出来上がったら脅威を感じるのは実はイギリスもそうなんですね、うん、これなぜかというとイギリスっていうのはそのヨーロッパの海の方を制海権を握ってる国なんですね、うん、この時、うんうん、で栄光ある孤立って言って誰とも同盟を結ばずに単独でその存在することができているっていう強さを持った、うんうんまあ、この時の第一等国なわけですよ、うんうん、でロシアっていうのは東に進張していって不登校を目指してるわけだからこれでロシアがもし朝鮮とかの権益を握ったりとかして東の方に港を建ててしまうみたいなことをするとイギリスが制海権を抑えることによって成り立っている貿易のメリットとかが脅かされる可能性がありますよね。なるほど。だからイギリスからとってもやっぱりシベリア鉄道っていうのはすごく脅威だったんだけど、その脅威感覚みたいなのがやっぱり日本にそのまんま伝わってるんじゃないかっていうのがこの考察であるってことですね。なるほど、うんうん、まあこれ意図的じゃないにしても起こりそうですね、うん、まあよくあることなんだろうなと思うんですよね、うんうん、バイアスはそれは確かにかかるわ。そう、どこからの情報を仕入れているかという考え方ですよね、うん、これ、うん、いやそれでいうと今だって海外の情報を海外の言葉で入れようと思ったらやっぱ英語になっちゃうから。そうですね、うん、そうなんですよね。英語圏の、ね、バイアスが多分かかってて、はい、アラビア語とかで 見に行かないですかね、うん、僕らは。そうですね、中国のメディアの情報も日本ではそこまでで、うん、重視されてない感じはしますもんね、はい、だから今でも起こってるような気がしますね、うん、これ。そうですね、はい、今でも起こってるだろうなっていうふうに思います。なるほど。別にイギリスの世界の見方がダメなわけじゃないんですけど、うん、偏ったらあんまり
まり良くないよね、うん、判断力が我々の方が鈍る可能性がやっぱありますよね、うん、国際情勢の認識としては応用としてそういうふうにバイアスがつきものだっていうことですね、うんうん、そうですね、はい、バイアスがあるものだということですね、はい、うん、いい悪いじゃなくて、うん、はい、でまあ、このようなそのロシアに対する脅威を感じるという感覚、そしてそれを頑張って軍事力を増してイギリスとかフランスを参考にして軍事力を増していこうっていうふうにしていく中でですね、うん、やっぱり朝鮮っていう土地をですね、うん、ロシアより先に確保すべきなんじゃないかっていう意見が出てきます、うん、朝鮮がもう利益戦に該当するエリアですよね、はいはい、うん、もしここをロシアに抑えられてしまうと日本としてはもうあと海しかないわけで、はい、陸軍展開もできなくなっていくし、うん、大陸に対しての、うん、なんかいろいろ不都合なんだよね日本としても、うん、なるほど、なんでその朝鮮っていうのを早めに独立させてね、うん、今鎖国体制にあるじゃん、あ、はい、そうじゃなくてウェストファリア体制の独立国として独立をさせて、うん、ロシアに対抗できるという立場にしたいわけです日本としては。なるほど、今だから海思想が思いっきり入ってるから、うん、思いっきり入ってるから、うん、なるほど、うん、その一番手でさえあるから、うん、朝鮮というのは、でそれやめてもらって、うん、早く新しい国際秩序の中で独立して力を持ってもらうか自分たちの傘下に入ってもらうかっていうことをしない限り、うん、ロシアの脅威が朝鮮に及んだ時に朝鮮は当然防げないであろうから、うん、日本がさらに孤立して不平等条約を全く解消できないみたいな状態になってさらにそこから植民地になるみたいなことが懸念されるよね。なるほど、日本政府からすると。なるほど、日本は早くもうオセロをめくる動作を始めないといけないんですよ、うん、そうだね、あ、うん、なのでその朝鮮っていうのをねロシアの南下という脅迫観念から朝鮮を何とかしていこうっていうふうにするんだけれども、うん、その朝鮮を何とかしていこうっていう考えと最も対立するのはこの時点では清なんですよね、うん、ロシアはまだあのなんていうか日本のことそんなに考えてないからこの時点では実は、はい、うん、日本はめちゃくちゃ脅威だと思ってるんだけど、で実際そうだと思うんですよ、うん、実際シベリア鉄道できたりしてなんかいろんな準備が整ったらじゃあこうしたろとか思う可能性があったと思うんだけど、はいはい、この時点でそんなに日本のこと考えてたかって全然考えてなくてロシアも、はいはい、この時に一番その朝鮮をそのようにされると困る人が誰かっていうと清だったんですね、はい、うん、そりゃそうだ、はい、うん、清はやはりね海思想のもうど真ん中だし、はい、まあ、なんとか伝統的なこの東アジアの国際秩序をなんとかね保とうとする動きに出るんですよね、うんうん、でもそれは日本にとってはそれがちょっと邪魔であると、うんうん、日本はもう西洋の列強のゲームルールに思いっきりシフトしていってその旧秩序を代表する清と衝突していくっていう流れになっていきます。かあ、なるほどな、うんうん、まあそういう流れになっていくんですけれども、うん、日本としてはですねまずは清と国交を結びたいわけです。この国交っていうのは、うん、あの何度も言うけどウェストファリア的国交のことなんです、はいはい、これが日本にとってとても大切なんですよね、うん、でこれによって日清修好条約っていうのが結ばされます。これは外交官を駐在させて相互にその領事裁判権を認めますとかいうのをやる実は平等な条約なんですね、うんうんうん、でこの平等な条約っていうのはウェストファリア的だよね、うん、この条約っていうのは欧米諸国とは不平等条約を結ばされていた日本とか清にとっては初めての平等の条約、うんうん、日中の国交樹立っていうのはこれによってなんとかなったんだけれども、はい、このあと明治政府が朝鮮とも当然だけど国交を樹立して同盟なり、はい、まあ、不平等条約なりを結びたいわけだよね、うん、傘下に入れるなりをしたいから、うんうん、それをやろうとするんだけどこれに関しては失敗していくわけですね、はい、あのでなんでかっていうのはもうわかると思うんだけど、うんうん、その朝鮮っていうのは宗主国の許可なしに他の国と外交関係を結んではダメなんですね、うんうん、作法体制下では、はい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 、だから朝鮮はその清に対して聞かないといけないし、なるほど、許可を得ないといけないわけですよね、うんうんうん、だけど清からすると朝鮮っていうのはすごく重要な朝貢国なんです。そうですね、はいはい、第一の子分なんで、うん、この人を子分じゃなくすみたいなことすると、うん、作法体制総崩れなわけですよね。そうですよね、はい、うん、まあ、だから当然のように清は許可しないし朝鮮も許可しないんだよね、うん、これに対して日本が何をしたかっていうと、うん、あの自分たちがアメリカにやられたことと全く同じことをします。つまり軍艦で脅して無理やり開国させるっていうのをしますね。あら、列強的振る舞いを始めたっていうことですね。日本も近代国の一員として列強国のように振る舞うようになり始めるのがこの時期ですよね。あららら、はい、あ、でこの時日朝修好条約っていうのを結ぶんですけれども、うん、これは朝鮮が初めて国際法にのっとって締結した
条約ですよね、うんうん、このここに朝鮮国は自主の国にしてって書いてあるんですよ、うん、つまりその独立した国家であってっていう鎖国体制と矛盾することを書くわけです、うん、書くんだけれども、まあ、書かせるんだけどね、はいはいはい、そしてその独立国家みたいな扱いをしようとするんだけど、うん、さっき言ったように日本としてはやっぱり不平等条約を結びたいんだよね、うん、傘下に置きたいから、うんうん、で日本の領事裁判権とか無関税特権とかですね、うん、日本貨幣の流通などを承認させると、うん、あと釜山などに租界を設定させるっていう、まあ、不平等条約を結びます、うん、ああもう結ぶんですね、はい、不平等条約を結びます。なるほど。これ日本がされたのと全く同じことですよね。これが面白いっす ね、アメリカが軍艦を出してきて、あで、あの日米修好条約不平等条約を結ばせる、うん、日本は朝鮮に対して軍艦を出して日朝修好条約っていう不平等条約を結ぶっていうことを、あ、うん、まあ、やるってことですよ。なんかブルーハーツの歌詞にあったな、なんかそういうの。ありましたね。弱い者たちが夕暮れじゃないですか、うん、本当にその通りです ね。なるほど。しかもされた時になんか言ったら体験してるからお手本があるからお手本がやり方が分かってるんですね。そうやり方も分かってるし、うん、ほらこの時の朝鮮ってまだウェストファリア体制のことよく分からないっていう感覚なんですよね。なるほど、うん、だからあの時の日本もよく分からないまんま不平等条約結ばされてるじゃないですか、うん、その新しいゲームルールなんか興味もなかったし勉強もしてないからさ、分かんないのが、分かんないまんまにそういうの結ばされるみたいなやつなんですけど、この時も実は朝鮮もよく分かんないまんまに結ばされるんですよ。なるほど。っていう現象がここで起こる。うんうんうん、まあここからまたさらに当然ですけど日清戦争に突入していくんだが、うん、ここで丁寧に次回はでは朝鮮から見たらこれらの挙動っていうのはどのように見えていたのかっていう話をして、これは本当興味がある、うん、はい、本当興味がある、うん、なるほど。これでだいぶこの現象っていうのが何なのかっていうのは立体的に見えますよね、うん、そう、そっち側からの目線、はい、マジ興味あるな。はい、これをやらないから喧嘩すると思うんだけどね、僕個人的には。みんなそういや本当にそう思う、うん、本当にそう思う。それぞれの視点から見ると、うん、どのように見えていた、どのような活動だったのか、うん、ということを相互理解することから始めたらいいんだろうなと思うんですけどね。いやこれ楽しみですね、次回、うん、はい、次回は朝鮮から見た場合の、まあ、これらが一連の流れというのはどういう風に見えたかということと、朝鮮の中でもいろんなことが起こってるわけです。なるほど。当然ですよね、はい、外国がいろんなことが起こってるから、はい、日本でも起こったように朝鮮の中でもいろんなことが起こっていた、はい、まあ、それはどういうものが起こってたのかっていうのを、うん、まあ、ダイジェスト版ですけど紹介していきたいと思いますね。なるほど。はい、はい、じゃあ、今回はこんな感じですかね。はい、はいはい、ありがとうございました。はい。